察がさ、はい、できなくてさ、何すかそれ。一回あのあれなんで、俺のスマホにメールで送ってやったら字がちっちゃくなっちゃって見えないじゃないですか。見えますけど、見づらいですかそれ。見づらい、ね、ちょっと老眼してるかも。メイク天気悪すぎましたね。え、天気って風が強すぎ。五十肩はどうやって直すんですか。え、五十肩。動かしてたら治るだろ。ボルタレ飲んでんじゃないですか。ボルタレ飲んでんのにさ、いや昨日も寝れないぐらい痛かった。あ、で五十肩って動かさなくても痛いですか。あのなんか血が流れてないような痛み。あー、鈍痛、うん、なんか変な僕のこの座骨神経痛みたいなやつ。まあ座骨神経痛とは違うけど、俺もう肩甲骨と違う。もう壁のあのこういう尖ったところクリ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 やって、だちょっと腕立てができないんだ今痛くて。よし、ということでまずね、質問というかね、久々に安藤さんのやつなんだけど、はい、ちょっと待ってください。楽しく視聴しました、信者番号12番です、ちょっとショックなことがあり、愚痴ってわけではないんですが、この動画を見ていて、どう思いますって思いでコメントしてます、たまたま、19歳になる息子と話をしていて、スポーツの話をしていたら、息子曰くもうリアルスポーツをする自分らの世代、リアルスポーツをする自分らの世代の人は絶対に少なくなる、実際に自分の周りには、そんな奴らは圧倒的にいなくなった。むしろリアルスポーツをしてきた奴らは e スポーツに流れているし、そういう大会に参加している、リアルなスポーツをする人がいなくなることはないけれど、今後は絶対に e スポーツとの、比率は逆転するっていうのですよ。何か寂しくなってアカデミーの様子を見ていて羨ましいと思って見ていたのですが、我々には考えられないことも若い世代の方々では進んでいると思ってしまいました。今ゴルフの人気が盛り上がっているっていうけど、うちの息子みたいな人間も確実に出ていることを考えたら、本当にゴルフってどうなるのと思ってしまいました。すいません、カルチャーショックを受けてしまい長々と書いてしまいましたということで、まあ e スポーツってなんか流行ってるらしいんだよ巷では。流行ってるんですよ巷ではね。僕もあんま詳しくは分かんないですけど、うん、まあでもどうなんだろうね。まあなんかあれでしょ、テレビゲーム、あれでしょ、テレビゲームの、大会みたいなやつでしょ。でそれにスポンサーが、かなりのスポンサーがついて、なんか優勝が何億円とかねそういうのも出てるっていう話だけどそうですね。いや、だから、うん、でかいくなってますよねらしいね、はい、だからまあそれがだからそのスポーツにとって変わるんじゃないかって、その、うん、安藤さんの息子さんはもうそうなるよって言われて、安藤さん的には、うん、なんかちょっとカルチャーショックを受けたっていう話なんだけど、いろんなのがどんどん考え出されてきますね、うん、まあでもそれをスポーツと言っていいのかどうかだよね。だからでも名前はもういいスポーツですよ、あの全般的にやってるやつはね、はいはい、まあでも、まあ、スポーツのカテゴリーがまた違うとは思うんだけど、まあまあ、要は実際自分で体を動かしてやるスポーツではないわけじゃん。まあ指は動かすからだけど、はい、画面の中でなんか、はい、あれでしょ、ストリートファイターみたいなのが始まりなわけでしょ。そのでジャンルがありますけどね、そのまあ、だからそれに関してそのね、あのスポンサーがいて、まあ、プロなのかアマチュアなのかその辺のカテゴリーは俺もよくわからないけど、
それでその優勝した人が賞金をもらうっていう大会だよね。だ それをカルチャーショック受けてるんだって。だからゲームで食っていきたい。ゲーマーだよ、ね、ゲーマーですよね、うん、ゲーマーで食っていく時代なんだろうね。だからスポンサーいるわけですから、うん、でね、スポンサーいなくなったらね、できないですしね。できないまあこのね、普通のあのね、今までのスポーツもそうだけど、うん、あまあプロっていう、ね、はいはい、プロはね、はい、アマチュアは基本的には名誉が欲しくてっていうか、まあ名誉を求めてやるわけじゃない、うん、スポーツって。まあプロはまあ賞金稼いだり、まあもしくは名誉なんだけど、それがゲームの中で、あの画面の中で行われるのが今の e スポーツってやつなのかな。まあもうちょっと俺もね、なんとなく分かんないんだけど、あれ僕もね、なんとなく分かんない、まあ、知ってるのは知ってるけど、いきなりそうだから前もってちょっと調べてくるとかしてくださいよ。だって印刷した時点で、いや e スポーツっていうのはどんなのかっていうのはあの調べたよ。どんくらいの規模なんですかそれで。だからいや、だから日本でなんかその団体ができたのが5、6年前らしいんだよね。2014、15年にあのなんかそういう あれができた、組織ができたみたいなことは書いてあったけど、まあ なんかアメリカの方ではすごいんだってね。だからもうそれこそ本当に賞金が何億ってもあのマスターズとか本当に奥なんですか。奥がある、まあピンからギリだろうけど、まあ、そうだね。そういうのがあるっていうか、まあそれをスポーツと言っていいのか。あの今はもう俺とかが持ってるその、ね、はい、あのカテゴリーのスポーツと一緒にしていいのかどうか、まあこれは全く別物だと思うんだけど、はい、そういうのが今後のスポーツ、今の若い世代の人たちはこういう体を動かすスポーツじゃなくて画面上で戦ったりなんかするスポーツに移行していくんじゃないかっていうのを、まあ安藤さんは危惧してたというか、ちょっとカルチャーショック受けたっていうことなんだけど、まあ分野が違うからまた違うんじゃないかな。もうあの要はパソコンでこうやったりする人たちは昔からもいたわけじゃん、うんうんうん、パソコンでゲームをやる人たちはそれの新しいそのなんつうの分類の商売というか、ね、商売じゃないのかな、なんつうのかな、それのまあ、e スポーツっていう名前がもうついちゃってるからね、スポーツなんだろうけど、まあまあ俺らの時代はもう考えられないもんね。そうです、考えられないっていうか、もう俺らが死んでからの話じゃないの。これか。そうですよね、うん、だってスポーツ選手がそあの例えばプロゴルファーが、まあ、ゴルフの e スポーツができたとするじゃない、うん、そっちに行くかって言ったらまた違うと思わないで。いや、いや、それはないと思いますよ。だってまた別ですよ。全く別物ですよ。別だよね。別だから、あの何あの室内でやるさ、その何シミュレーションゴルフの大会みたいなのは、はい、あまだあなんかこうシミュレーションのその箱の中でこう打って距離も出てこうアンダーを競うみたいな、そういうゲームがあるのは知ってるの。俺ねシミュレーションだけはね、もう本当無理。実際じゃないからね。うん、俺90打ったって言ってたもんね。うん、カウナで90打ったっすよ。シミュレーションで。シミュレーションで。だって自分がドロー打ってんのに画面じゃドローじゃないんだもん。あ、だから要するにこれ僕の感覚ですよ。それはシミュレーションゴルフ上手い人は上手くていいと思うんですけど、僕はだからね、1回しかだから生まれて初めてやったことがないの、うん、シミュレーションゴルフ、うん、1回しかやったことなくて、その1回で90って普通だったら何くそだって、シミュレーションってどういうふうにやればうまくなるんだろうって、いや全く思わない全く思わない。実際のコース回ってる時の方が全く思わなかったから、うん、シミュレーションやろうとは思わないよね、逆にね。そんなの、あれね、ちょっとね、カルチャーショック、あれこそカルチャーショックですよ、僕は。シミュレーションゴルフいや、それはね、お酒飲みながらワーワーやって遊ぶのはいいですよ。でも別に90打とうがね、うん、全然いいですけど、ただね、90っていうのがね、どうもね、ゲームって難しいなと思いましたね。
だからその e スポーツじゃないけど、うんまあ、それがまだ実際自分で球打って、うん、あのコンピューターが、うん、あの察知して判断してやる、うん、からまあと体を動かす分にはいいとして、はい、例えばさその e スポーツと言われるやつでゴルフがあって、はいまあ、例えば、まあ、イメージの中ではミンゴルだよね。あはいはい、だから俺が国連とミンゴルで勝負するみたいなもんでしょ。それは分かんないですよ、どっちか。だから技術関係ないじゃん、もうこの。でもそれ、いやね、ゲームの技術ってあるんですよ。あるの。例えばなんかね、いろんなゲームがあるんですけど、例えばこう、風船を膨らまして、こう、どこまで膨らませるかとかっていう、なんかね、単純なゲームがあるんですよ、そういう。うん、僕すぐ割れちゃうの。パーンとか。だからなんかコツがあるんでしょ、押し方とか。押すこのね、ボタンのこういう押し方とかね、うん、こう、とか、うん、そのだから5歳ぐらいの子に負けちゃうの、テレビゲームは。あね、だからそういう、だからゲームって難しいと思いますよ。ゲームはね。まあ、だから e スポーツって、だから相当な、その例えばストリートファイター、うん、あれも。それはなんか、ね、テレビのあれで見たことある。なんか日本からもなんか5人ぐらいが行って向こうで優勝争いしてみたいな。だから俺ね、僕基本的にゲーマーじゃないんで、ちょっとだからね、やるとしてもね、グランツーリスモぐらい。あ、車のね、うん、あまあでもやっぱりさ、あるんじゃない、あのスポーツにもそのゴルフが好きな人もいれば、うん、要は野球、草野球みたいなのが好きな人もいるように、その e スポーツの中でも例えば、ね、ストリートファイターみたいな格闘系が好きな人もいれば、なんだろう、俺はね、ゲーム、昔すげえゲーマーだったじゃん。だって課金しまくってたじゃん。すげえ、昔はゲーマーだったから、あのゲームがあれなんだけど、要は、俺って、何、シミュレーションが好きなの。あ、育てるとか、はいはいはい、っていうのをずっと好きで、そういうのにハマってたことあるんだけど、だから、そういう e スポーツ格闘系じゃないから、シミュレーションだと、うん、だって e スポーツになりようがないでしょ。誰かと対戦できるのかな、まあ、今そんなんじゃないですか。戦国 RPG とかそういうんだったらまた別だろうけど、はい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 、これまだ、まあ、話まだ持ってもいいですか。いいよいいよ、いいよ、話持っていいですか、うん、僕がね、僕車好きなんですよ、趣味がね。で、僕さっきグランツーリスモやってたじゃないですか、うん、あれグランツーリスモってあれ本当にリアルなんですよ。で、僕レーサーの友達何かいるじゃないですか、うん、あれ本当にこのサーキットはここの何メートル先でフルブレーキングして立ち上がり何速入れてここは全開でとかっていうのをコースとほぼ一緒だから、本当に。で、教えてもらうの、ここの立ち上がりこの角度で入ってってブレーキングがこのくらいので、立ち上がりここのが景色になった瞬間全開でとかってやるとタイム上がるの。もう全く興味ないでしょ。けど、まったく、まあ、興味ないけど。でもゲームは俺昔ハンドルとか買ってプレステ4とかでやってたことあるから。ああ、そうですよ、あれね、すごいですよ、あれだから、うん、今のゲームって、だから e スポーツってさっきその話したけど、リアルだから楽しいんじゃないですか。だからまあ若い世代なんだろうね、若い世代がハマってるっていうことだね。だから車で言うと変わらないんですよ、まあだから疑似体験ってことなのかな、うん。でもさ、レーサーからしたらさ、実際自分で車をさ、はい、メカニックにやってもらって走った方が面白いわけでしょ。まあだから現実だよね、そっち。現実普段レーサーっていうのは決められてしか乗れないから。あ、だからそれでシミュレーションをする。あとシミュレーションもありますけど、それの要は賞金稼ぐ番が e スポーツってことかな。何話してんすか、これ。いや、だから何だから何これ。いや、違う、だから e スポーツだよ、うん、e スポーツについて話をしたかったの。安藤さんもやっぱりその若い世代がね、うん、もうスポーツなんか、実際のスポーツなんかやらねえよって息子さんに言われちゃった。あ、いや、そんなことはないんだけど、はい、だからそういうね、ゲーマーの人たち、はい、ゲーマーって言うとダメなのかな、うん、だからまあ、もうちょっと e スポーツについて細かく知ってる人がいたらコメントしてくださいね。そうか、そうか、そう、僕それちょっと、うん、調べる時間ちょっとくださいよ、その e スポーツ。いや、調べてもわからないでしょ、だって、まあ、e スポーツっていうものがあるんですねっていうことで、でもっと e スポーツについて細かく情報を持ってて、私やってますとかいう人がいたら、うん、e スポーツの魅力をコメントしてきてください、うん、俺はまだ魅力感じないから。もうね、自分のね、ゴルフが必死でさ、
e スポーツまで回んないと思う。回んないよね。だからでも e スポーツもちょっとジャンルがいろいろあったら、なんかこんな時だし、こんな時だからじゃないのですか。いやもうでも10年ぐらい前からよ、e スポーツ。いや、じゃあ余計盛り上がって、だってなんだっけ、密にならないし、そのなんていうの、遠く離れた、例えば、あ、でもアメリカでやってたの、みんなアメリカ本土行って、その会場でなんかパソコン前にして大画面をみたいなのやってた。それも分かります、分かります。だからオンラインっていうか、別々でできるっていう楽しみもあるんだけど、見てる方は何を楽しめばいいっていうのをクエスチョン、これは。いや、技があるんだと思いますよ。この時にこう、例えばこのタイミングでこうパンチとかさ、フェイントとか。じゃあプロレス見てた方が面白くない、実際に。ちょっと待って、俺ああ言えばこう言うって言っちゃうけど違う、だからそれが画面の中のでやることに魅力を多分感じる人が e スポーツに行くんだと思うんだけど、その魅力を知ってる人がいたら教えてくださいっていうことにしとこうか。いや、実はまたちょっと一言、あのね、そのゲームのレーサーゲームのレーサーでトップになった、うん、世界トップになった人、うん、本当にデビューしてるから、ね、あ、実際のレースで、うん、早い、だから早いんですよ。だってこのコースの攻略をしてるわけじゃないですか、ゲームで、うん、その通りに走ればそれは早いでしょ。その通りに走れれば、まあ、でもそれはマシンの技術もそれはそういうセッティングも、でももうそういう人もいるんだ。実際のレーサーがそっち行ったんじゃなくて、じゃないゲームで、とこれね、合ってるかどうか、俺なんかニュースでちょっとね耳にしたぐらいだけど、え、ゲーマーがでレーサーになるんだって思った外国の選手ですよ。その人はもともとレースやってた人じゃないの。ちょっとすいません調べないと分かんない。まあでも、まあそういう情報も、そっか、レースもやるしゲームもやるって言ったらそうっすね。だからそのさっき小森が言ってたんじゃないけど、そのレーサーがさ、決まった、まあね、鈴鹿サーキットとか、あのレースの前のさ、なんか予選だとか、その練習日だとかあるわけじゃん。だからその日しか回れないから、シミュレーションのためにそういうゲーム機でシミュレーションするとか言うんだったら分かるじゃん、はい、そうですね、その e スポーツみたいなの使うのね、テレビゲームのね。まあ、とにかくその e スポーツの魅力を教えてくださいってことですね。ちょっと僕もなんか今話してて分かんなすぎて、あれでもできるんだったらなんかしてみたいな。いや俺は一切やる気ないけど。いや俺はしてみたいなと思って。いや違う、でもそれでもこういうのがありますってさ、人がいればさ、うん、あ、ちょっと俺だからゲーマーだからね、俺ね、俺それ知ってますよ。だって遠征は必ず僕が運転して、俺ゲームやるからお前運転していけない、冒険でしょ、中倉でしょ、あと、もうそのなんだっけ、ちょっとしたジャモさんがいないやつね。うん、そう。ということで、まあ、もうちょっと e スポーツの楽しさを分かる人がいたら教えてください。はい。ということでいいね。なんかないかな。車しかない、興味ないな。はい、ちょっと一回止めようか。はい。